スルターン・クリーク・トゥブシャー、スルターン・クリーク・トゥブシャーは、ゴール・コンダ王国の創始者、スルターン・クリーク・トゥブル・ムルクとも呼ばれる。彼は、当初、バフマニー長のムハンマドシャー3世の時代である1463年に、テランガーナー地方に総督として派遣された。次のムハンマドシャー4世からもいくつかの称号を、授けられ、バフマニー長は、 激しい闘争で衰退が、著しくかつての力を失っていた。1518年、彼は、ゴールコンダに独立を宣言して、クトゥブ・シャーヒー王国を打ち立てた。首都ゴールコンダの拡張にはそれほど力を、注がなかったが、カーカティや長時代の古ぼけた泥の砦を基礎に、それを巨大なゴールコンダ要塞へと強化した。さらに彼は、ゴールコンダ要塞を、モスクや、 宮殿や庭園などで美しく飾った。この要塞都市はムハマンダナガルと呼ばれ、急速に成長するとともに、ダイヤモンドや宝石の交易で有名となり、芝叩く間に第一級都市の一つとしての名声を得た。スルタンの家臣は彼を非常に高貴に感じており、彼もまた慈悲深く領地を統治した。彼は十九歳の時、 息子のジャムシードクリークトゥブシャーにより殺害された。ありがとうございます。